18レース2乗戦 B1 着になりました松井選手です。1着おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日は後ろが競りのレースになりましたけども、その辺はどういう風に考えられていらっしゃるか。作戦会議にいるんで、俺のこと気にしないで自分が1着で取れるレースっていうのを言ってくれたんで、はい、でもいろいろ考えながら走ったんですけども、僕の力は奪わず僕が2機、1着取れたんですけども、うまく連れ込まない、連れ込められない、一緒に行けなくて、3着1-3でちょっと悔しいですね。初手なんですけど、前を取りに行って中段になりましたけども、組み立てとしてはどういうふうに考えられましたか。前から後ろかで考えてたんですけど、大竹のラインも前じゃなかったんで、スタートから、中段取れちゃったって感じで、中段取れると思わなかったんで、でも中段取れたんですけど、そこでも落ち着いて、最初は蓋されないようにとか車輪外してとか考えてたんですけど、変に足使うよりも、一発太田君が行ってから、そこから自分のいけるとこかなと思って、落ち着いて走れたかなと思います。しっかりと冷静に対応して、まくっていきましたけども、松本選手の牽制などもありましたけども、まくった感覚っていうのはどうでしょうか。最後までいい感じで踏み切れたと思いますし、スピードの乗りも良かったと思います。状態としては昨日と比べてどうですか。昨日は全然いいですね。昨日と何か変えた部分っていうのは。自転車だいぶいじったんで、郡司さんと一緒にちょっと話し合って、いろいろいじってもらって、ちょっと上向いたかなと思います。これで準決勝にいましたけども、やっぱり皆さん、舞台は違えどオールスターの松井さんの熱い走りを見て、また決勝に見たい人も多いんじゃないかと思いますけども、僕も優勝戦乗りたいですね。じゃあこの後は何か変えたりすることは特にはもう、ちょっとダウンでちょっと回して、ちょっとあまりしっくりこなかったから、しっくりこなかったら、ちょっといじろうかなと思うんですけども、多分いじんないですかね。このままでいいと思います。わかりました。では準決勝、その後に向けて最後に意気込みをお願いします。はい、今日はありがとうございました。また明日も精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。